府中うさか駅は、富山県富山市府中町西本郷にある、西日本旅客鉄道高山本線の駅である。当駅は当初、JR 高山本線活性化社会実験の一環として、富山市が、信号やホーム等の鉄道施設施行費の全部を、西日本旅客鉄道に対して支出し、2011年春までの3年間限定として、設置された。 高山本線活性化社会実験は2010年度までとなっていたが、2010年12月1日、市は当駅利用者数が、常設化の条件である1日140人程度の利用者数を満たしているとして、駅の常設化の方針を示した。その後、2011年3月をもって、高山本線活性化社会実験は終了したが、当駅は臨時駅として存続しており、 西日本旅客鉄道は2013年11月1日に北陸新越運輸局に対してその常設化に向けた認可申請を行った。申請は2013年11月13日に認可を受け2014年3月15日に常設駅に昇格した短式ホーム一面一線を有する地上駅である。かつて 高山本線と山駅早星駅間は複線化が計画されていたので、その用地を利用して設置されている。北陸広域鉄道部の管理下にあり、無人駅である。駅舎や便所、自動券売機はない。43台を停車しうる駐車場と駐輪場を備える。2008年に設立された宇坂地区 JR 高山本線府中宇坂駅利用促進協議会が、 当駅周辺の整備を行っており、2008年度には駐輪場を設置し、2009年度には桜の植樹を行い、2010年度には芝桜の植栽を行い、2011年度には街灯を設置するなどの活動を行っている。合わせて、同駅を利用する小学生から大学生を対象に、月1000円の補助金交付も行われている。また、 宇坂か築地地震公開は、自己負担によって、当駅に防犯カメラを設置したことによって、2011年4月5日に、富山西警察署より感謝状を受けている。富山県統計年間と、富山市統計署によると、開業後の1日平均乗車人員は、以下の通りである。ありがとうございます。